どうも、佐久間優吾でございます。本日も人生に役立つ情報優吾 .tv をお送りしたいと思います。早速本日のお題を読んでいきましょう。暑いですね、本当毎日。でも台風12号が来てるそうで、こっちの関東地方もこうやって、もう直下に九州からこうやって来るから、こっちもやばそうだな。はい、では行ってみましょう。初めての経験する緊張感をドキドキ感として楽しもう。こちらを今から読んでいきます。すでに知っていることというのは、それだけで安心できます。一度でも経験があれば、具体的に想像が膨らみ、スムーズに楽しむことができます。行き慣れたお店やレストランなど、一度経験したことがあると、どんなところか知っているので安心して楽しめます。その反対に、初めて経験することは拒絶反応を起こしてしまうものです。例えば、初めて入るレストランには緊張感が走ります。どういう雰囲気なのか、どこにどんなテーブルがあり、どんな接客をしてくれるのか、初めての経験は不安です。こういう時には緊張感に震えるより、ドキドキ感を楽しむというふうに考えることが大切です。緊張していては楽しむことも楽しくなくなります。ガチガチに緊張していては、レストランでせっかく美味しい料理が出ても、味わう余裕すらなくなります。それなら、いっそのこと、緊張することを楽しんでしまうようにすればいいのです。私の住んでいる場所に、先日新しいレストランがオープンしました。デニーズです。よく知っているレストランですが、やはり初めて入るときは緊張しました。しかし、ドキドキ感を楽しめばいいと考えれば、心に余裕が出てきます。レストランのメニューには美味しそうなものばかり並んでいて、どれにしようか迷ってしまうくらいです。しかし、その迷い感すら楽しむように心がけています。初めてというのは、それだけでドキドキしてしまうものなのです。今日の格言。初めての経験を丸ごと楽しんでしまう。うん、だけどデニーズでは緊張しないでしょ。いくらなんでも新しくできたからって。レストランとかなら普通のっつっても、チェーン店では緊張しないでしょ、さすがに。まあ人それぞれだと思うけど、確かにレストランはね、やっぱりなんかやっぱ緊張しますね。行きたいけど、なんか自分みたいな分際でレストランなんかでナイフとフォークで食事していいのかみたいな、居酒屋とかで気軽に飲みながら食べたいなみたいな。でもやっぱそういうところに足を運んで経験値を積むっていうのもやっぱ大事だと思いますね。レストラン一人ではさすがに行けないから、彼女ができたらちょっと行きたいですね。もう自分もいい年だし、レストランデビュー、デート、夜景の綺麗なところでお食事したいですね。綺麗な女性の方と、ドキドキしたい、恋したい。はい、ちょっとそれてしまいましたが、ということで今日はこの辺で。それでは、またドロン。